アドマイヤメインはずるずる交代。第4コーナーカーブ、先端固まったまま直線に向いたところでドリームパスポート早くも先頭か。そして外から上がってくるのはサンバレンティン、いやこれがドラッグアルタイル。さらには内をつきましてはシルク、おエアシェイディ上がってきた。200を切って坂を上がってくるエアシェイディ、そしてドリームパスポート、外のドラッグアルタイル、3頭のフェレイからエアシェイディ抜けた。間から東証ナイトも伸びてくるが、エアシェイディ初制覇ゴールイン。初のタイトルホルダーとなったエアシェイディであります。